サンジェルマンデプレに来ております。今回はちょっとこちらを離れてキャフォール・クワゴージュというですね、この交差点に今着きました。あそこがフジュフォーです。フジュフォーにはあのレペットとかもねあります。素敵なお店あります。はい、こっちがルドセーヴォです。こっちね、でこの交差点の目印これです。セザールというですねフランスの有名な彫刻家の作品なんですが、これがあるところ、これがキャフォール・ラ・クワゴージュでございます。今日はこのルドジュ・シェルシュ・ミディという通りをひたすら降りていきます。はい、こちらボビーズっていうね最近非常に人気の靴屋さんなんです。こんな感じ、独特な履きやすそうなパリシックっていう感じの靴ですが、私はですね、私の大好きな靴屋さんも実はこのですね通りにあるんでございます。アントロジーパリです。はい、ということでブーツが並んでますが、私の秋冬の制服もう靴はですねここのアントロジーさんのブーツです。でちょっとね今プライベートセールしてるんですけど、もう気になる。私これですね、これ買いまして今年かな、もうあの履きまくってます。すっごい歩きやすくって、こちらもちょっと気になるんですね。今ねあのちょっと尖ったタイプってあんまり今持っていないので、これもスカートとかと履いたら素敵かなと思ってますが、これセールになってないので冬のセールを待ちます。でね、ここ本当にあの履き心地がいいっていうのと、あとデザインがねあんまりこうあのずっとこう定番のものが多いっていうのがまたいいんですね。今日私が履いている黒いブーツもこちらのものなんですけれども、メッシュウィッシュジャポネーズジュフェアフェッジギッコンファランシアアビアトーメッシュアバー。そしてこちらポワラーヌがあるんです。有名なあの酸っぱいパンですね、ポワラーヌの本店です。こちらね、あーかわいい、クリスマスのビスケット売ってます。トナカイさんとか、このね私ポワラーヌで何を買うってビスケット買います。あータルトとかも美味しそう。これですね有名なポワラーヌの酸っぱいパン。はい、サンジェルマンデプレ側のシャクシュミジーはですね、あのこういうお店がたくさんブチック街になってるんですが、でなんでこのシャクシュミジーずーっと歩いていくのかというとですね、今日は友人の非常にお世話になっているお兄ちゃんのレストランにお友達とご飯を食べに行く予定なんです。あ、赤信号だった。はいはい、セーブルバビロンヌです。ルテシアがあります。でこっち行くとボンマルシェがあるんですが、あえて、はい、今日はそっち行きませんというか、後でボンマルシェ行きますが、でここですねブルバーラスパイラスパイユ通りです。大通りです。で なんでこのあえてここの道なのかというと、まあ、あんちゃんのお店に行くからっていうのがあるんですが、サンジェルマンデプレの、はい、もうおしゃれなブティックがもうあのあちこちにありますよっていうよりも、ちょっとこうサンジェルマンデプレから全然歩いていけるし、ボンマルシェ真横にもうこのこっちボンマルシェですからね、ボンマルシェもあるんだけれども、住んでいる人たちも行くようなお店もありますよというですね、ちょっとこう住宅街っぽい雰囲気もあの見られるので、ザ・パリというね、こんなとこ住んでみたいですけどね。はい、素敵な住宅街の通りっぽい雰囲気がここからだんだんね出てくるんですよ。なのでちょっとここを歩いて皆様にねご紹介しようかなと思いました。ラメゾンドモチってあります。今モチ大ブームなんですよ。でその横に、はい、アラメアドファミユ、あーそうそう、こういうねいつもなんかあのお家のような形をしたキャランドウィエダーボンなんですね、このお店ね。39か、あと出ました。そうここは私マロングラスが好きなんです。ここのマロングラスの甘さにもあのタイプがね2つあります。これですねパブロバ、美味しそう。フルーツとね メレンゲを使った、お菓子です。はい、こちらのお店です。動画でかぶっていていくつかメッセージをいただいたんですが、はい、ラスウィーズショールシャポーという帽子屋さんです。お邪魔します。
友達がちょうど到着。Bonjour. Vous avez eu le message de Cerise? Oui, tout à fait. Bonjour. Bienvenue. Merci. Dans la boutique. Merci beaucoup. Je vous en prie, on a emménagé du coup il y a un an. Oui. Et donc en fait, vous personnalisez le chapeau. On a 6 modèles différents qui sont des modèles classiques et intemporels. D'accord. Et donc vous le rendez unique en choisissant la forme qui vous convient, oui, et la couleur du gros grain et du passant. On travaille sur la couleur. On a une cinquantaine de couleurs de feutre et une trentaine de couleurs de paille. Un artisan tisserand qui les fabrique depuis 1864. Au charé. Vous avez les beiges. Magnifique. Oui, vraiment. On peut choisir parmi du coup les couleurs de... Donc soit feutre pour l'hiver, sinon paille pour l'été. En général, le chapeau peut être prêt sous une heure. Ça, si on n'a pas la couleur, on est sur 2 semaines de délai. Oui. Si c'est l'atelier où on travaille avec mes collègues pour fabriquer les chapeaux pour les clients. Là, vous avez, c'est les commandes clients, donc c'est ce que les gens ont choisi dans les, durant les semaines. Ah, j'aime bien ça. Ah, ça, c'est chouette. Vous avez le béret aussi. Ça revient beaucoup à la mode, hein, le oui. béret. Hein. Ça marche très bien. En termes de prix, c'est un prix à la matière. Donc tout ce qui va être feutre, c'est 230 €. Oui. Et tout ce qui est paille, c'est 210, tout compris avec les rubans. D'accord. Et on fait aussi des remises en forme et des changements de rubans si les chapeaux sont abîmés ou si vous voulez changer les couleurs de rubans. Kakkoyokunai, kouyuno. Atama okki kara na. Fuyu ne, atama samui kara. C'est en fait des plumes qui sont faites avec les chutes de matière première. Vous avez au lieu d'avoir un ruban, vous avez le choix des plumes. Sur le béret, je pense que ça rend bien aussi, non? Ouais, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Oh, kawaii. 久しぶりからじゃん。元気? 私さ、すごい遠くまで行ってて、あれ?とか思って、あのレストランの方まで着いちゃって。そうそうそう、そうそう、戻ってきた。いや、あれ?とか。あー、かわいいお花屋さん。はーい。あ、なんか、お肉屋さん、すごーい。地元の人が、お肉買いに来てます。はい。はい、お魚屋さん。こう、新聞雑誌を売ってるパペツキーとかプレスとかね。最近どんどん減ってってしまっているので、キオスクもまあ減ってますし、私はあの昭和の紙の人間なので、ここにもいました、ジュカスさんのチョコレート屋さん。どんななのかな。こんないいお値段する。サロンドショコラにはね、もちろんいらっしゃいませんでしたけど、こちらが、これあれがボンマルシェの、ガランデピスリーです。この辺りですね、サンプラシードとか本当にあの、結構住宅街っていう感じです。ドロングリーとかね、キャンケイリーとか言いますけれども、こういう雑貨屋さん面白いんです。いろいろペンキとかね、あのお掃除する道具とかいろいろ売ってたりするんですけど、ちょっと簡単な木でできた家具だとかいろんなものがあって、こういうごちゃごちゃしたお店大好きなので、私はちょっとこういうですね、ドローグリーとかキャンカイヨリーとかあるとついつい入っちゃうんですが、はい、今日はお昼の時間があるので。ほら、可愛くない？めっちゃ可愛いでしょ。ありがとう。可愛いよね。ちょっとお邪魔しましょう。お邪魔し、可愛いの、いい匂いするよね。シェフサロンドでっていう感じよね。あ、美味しそう。うん、この間ね、栗のあのケーキいただいて、しっとりして、そうそう、甘さ控えめですごい美味しかった。クランブルとかキャロットケーキとか、あとお昼はねキッシュとか、うん、ありますので、お昼軽くっていう方にはおすすめ。可愛くない？こういうの大好き、こういう雰囲気。うん、可愛い。これカフェオレボールとかもツボ、すごいツボ。はい、メッシー。ここです、ルイマイエ。はい、結構ねこの辺りなんか職人さんが結構いるなということに気がついて、ほらこんなさガラス屋さん、ほらすごくない？こんな多分オーダーメイドでしょ。そう、こういう風にさ
なんかマーケットリードパイユだって。そうそう。Bonjour bonjour. Me revoilà du coup. はい、こちらはマホキノリね、こういうカバンとか、あとあのポートフォリオとかね、ちっちゃなお財布だとか、それ革製品のオーダーメイド、一から本当にオーダーメイドです。でこちらでアトリエで働いてらっしゃいます。あのさっきのお店はカスタマイズだったじゃない。でもここはデザインから何から一から自分で例えばデッサンを持ってきて作るとか、そういうこともできるそうなんです。こういうふうに par rapport au prix il faut prévoir en général c'est plus 1000 et au dessus d'accord、ouais. パリでねオーダーメイドでカバン作りましたね、かっこいいね。 En fait j'ai remarqué il y a beaucoup d'artisans dans ce quartier、hein? un petit peu oui mais souvent、les gens font pas forcément le tour du、oui. quartier et en fait il y a des gens qui vont au bon marché、oui.Et ici, c'est déjà trop loin. Oui, c'est ça. Alors que... C'est ça. C'est, en fait, c'est 5 minutes à pied. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. 本日のお昼、こちらです。アッシュキッチンというお店なんですが、ここが私が20年ほどお世話になっている大阪のあんちゃんのお店です。もう9年ね、経ちます。実は。あれ、閉まってる。あ、本当だ。書いてあるじゃんね。開けられないってちゃんと見ようね。ボンジューよっ !How are you? シェフ、あんちゃんです。あんちゃんの人柄を表すようなシンプルな。実はね、ここで私結婚式の後のランチをしたの。そうそう。結婚式って別に私あんまりこだわりなくって、ウェディングドレスとかも着てないし、あのとりあえずこのあんちゃんのお店に入れる人数を招待するっていうコンセプトみたいな宴のランチのメニューを考えてもらって、そうそうそう、席数はここに入れるだけ。結婚式呼ばれなかったって言って、結構後で文句言われたりとかしたのに、すみませんみたいな、入らなかったんですみたいな。あ、セジョンツー、あんちゃんお気に、お気にシャイだから出てこない。あちゃん。で、お昼の、メニューが、前菜メインもしくはメインデザートで24で、フルコースで28。な、聞こえた？聞こえた？お腹の音ですよ。お腹空かせてきたから。前菜はサーモンかな。美味しいの。ここのサーモン。あとなんかラップっていうのがあんちゃんよく作るんだけど、今さら私にお酒弱いって聞く、かなちゃん。そう、飲めないの私。飲めないんだって、うん、てか飲めないっていうか、お昼とか飲んだらもう無理、お休みなさいでよ、そうそう。まあでも今日はほらかなちゃんのお祝いだから、あ滞在許可証おめでとうの日だから今日は、ありがとう、うん、ちょっと一口だけ飲むわ。本当、うん、大丈夫、あとうん、ね、だ、うん、責任取るそこは大人だから大丈夫、安心して。そう、まあ、とか朝ごはん食べてこなかった。最近ほら私ファスティングダイエット中だから。私パンダメなの、はい、パンダメって、パン食べないの、グルテンアレルギーとか。やっぱ便利だけど、うん、便利だけどね、体によくない、よくないね。来ました、前菜、美しいサーモン、スモークサーモン、いくら乗ってます。あんちゃんのね、 お野菜美味しいの、漬物みたいでフォアグラ、フォアグラ、あー美味しそう。かなちゃんも可愛いママ友です。いただきます、いただきます。なんか脂身がなくてポロッとしてて美味しい。あ、ゆずが入ってきた。フォアグラ、うん、美味しい。これです、あんちゃんの名物マカロニグラタン、これが美味しいんだ。かなちゃんも同じです。いい
これ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 このポワウが夫婦で取り合ったデザートこれのモンブランと抹茶アイス、あ、小豆入ってるよ、ふんわりだね、中こんなで栗が入ってる、栗が入ってる、栗入ってる、美味しい、うん、美味しそうな顔してる。あ、めっちゃ、あ、めっちゃ小豆入ってるやん。あれだね、栗と抹茶と小豆って最強じゃん。最強トリオじゃん。和じゃん。このね、このジュレね。あ、取れちゃった。なんかいる。このジュレがもうなんか洋梨のさ味がもうすっごい凝縮されてて、うん、やばい、ほんとこのデザート美味しい、これ美味しい、なんかふわふわとチュルチュルと冷たい滑らかアイスと、あの生の洋梨とで、サクッとしたちょっとこうビスケットみたいなのがあって、梨が奏でる競争曲みたいな、いやこれはお父ちゃん羨ましがるわ満席、はい、かなちゃんはアロマゾーンにハマってます。以前ね、使ってた高い化粧品とか、うん、もう失敗、嘘、本当、何使ってるの、アロエベラの、あ、やっぱアロエベラ、ジェルと、うん、ヒアルロン酸の、うん、なんかすごい濃度が高い、はいはい、ジェルが出てるよね、それを混ぜて、うん、オイルがいっぱいあるから、うん、その自分の好きなオイルを選んで、うん、自分でも自分のクリームを作る、うん、肌めっちゃ綺麗だもんね、すごいやっぱ保存料とか、うん、そういう悪いものが一切入ってないから、うんうん、アロマゾーン行こうよ、ね、うん、取れてなかったよくありがち押すの忘れてた、一人で散々喋った後に、あ、押してなかったみたいな、よくありがち、ちょっと髪の毛ボサボサやな、うん、大阪のあんちゃんです、20年お世話になってます、ありがとうございます、はい、ということでぜひ、はい、皆さんあんちゃんのお店にグラタン食べに来てくださいね、ほな、おおきに、毎度毎度、ハッシュキッチンです、開いてっかな、あ、人いる、開いてた開いてた、アッシュキッチンの真横にあるかっこいいお店があるので入ってみたいと思います、バジョー、なんかね、日本製ジーンズがあるんだって、嘘、うん、お父ちゃん連れてこよう、あ、本当だ、桃太郎ジーンズって書いてある、え、桃太郎ジーンズ、岡山だって、岡山、うん、知る人ぞ知るお店で、うん、フランス各地からね、おしゃれさんが来るらしいよ、うん、うちのお父ちゃんに似合いそうな洋服がいっぱいあるわ、あー、かっこいいかっこいい、お父ちゃん似合うわこれ、革ジャンもかっこいい、お父さんが好きそう、あ、お父さん好きそう、なんか値段が書いてないところがまた怖い、書いてあったよ、184,800円、おお、いやでもすっごい、いや革すっごいわ、立派な革、一生ものだねこれね、エジプシャンコットン、メイドインイタリーですよ、値段が分かんないけど、でもおしゃれね、すごい素敵、メイドインフランスのカーディガン、すごいしっかりしてる、生地がほんとしっかりしてる、かっこいい、メイドインイタリーだ、メイドインイタリー、靴かっこいい、この靴かっこいいな、似合いそう、似合いそう、ひどいからな、私なんかもう洋服買いまくってるけどさ、お父ちゃんほんと買わないからね、擦り切れるまで履いて着てクリスマスプレゼントに、あったかそう、かっこよくない、あー素敵素敵、値段は書いてない、あー素敵素敵、すごい、で電話あんなだよ、電話メモルテレフォンツグラスかせやジュスコブー、あらら139、あ、まあまあまあ大丈夫、うん、じゃあジーパン買いに行こうよ
言おうと思った言おうと思った、うん、ジョニーデップっぽいお店、うん、でも素敵かっこいい、わあかっこいい、お話が長そうだからタイさんよいしょ。お店の名前はティーバードっていうのかな、ティーバードショップというとこです。なんかここはねオーダーメイドのお店、うん、ボジョー、ウィーサバ、はい、こちらがですねオーダーメイドの紳士服のお店なんです。めちゃめちゃここもかっこよくって、あの結婚式の時のほらこういう結婚式のスーツとか、この雰囲気もなかなか素敵で、やっぱりあのサイズを測って作ってっていうので1ヶ月はねかかるから、まあ旅行者の皆さんにはちょっと難しいのかもしれないんですけど、一回その寸法を取っちゃえば、同じ太らなければね同じ寸法で何度も作れるっていうことで、メッシーボクーブロンダンエーデルワーというお店です。消化のためにちょっと歩きましょうかね、寝ちゃうね、止まっちゃダメだね。で、美味しいご飯を食べたばっかりだけど夕飯どうしようみたいな、全く作る気ないけど本当にお腹いっぱいで何も考えられない。鍋かな、これはなんていうの、日本語でどうぞって、あ、日本語でどうぞ、メゾンドファンファン、デポボントって委託販売って言うんだ。シャネルだとかルブタンもある、ルブタンもある、ルブタンが、ルブタンいくら、80、ああ37.5、私のサイズじゃん、うそでもさこれ歩けないよね、こけるね、無理無理、まあでもさ歩かなくてもいいところ行くんだよ、そうよ ね、 ね、タクシー使ってね、そうそうそう、へえ、委託販売でございます。委託販売って言うんだね、質屋とか言いそうになっちゃった違う、質屋は違うか、あそうだ、ボジョレーヌーボーじゃん、そういえばそうだそうだそうだ、忘れてたけどボジョレーヌーボーじゃんね、シリルリニャックさんのお店が、え、どこ、ここ、ここ、あ、ここなんだ、うん、ありますせ、シリルリニャックさんも有名かな、日本でも、入りましょう、おやつを買っていきます、もうなんかお腹いっぱい食べる気しないとか言っておきながら入るっていうね、ボンジョー、クイニーハマン、これでっか、でっか、彼のやっぱり一番人気はこちらですね、エキノックス、知ってるこれ、うん、スペキロス嫌いな人はダメかもしれないけど、スペキロス入ってるの、うん、なんか結構ムースレジャークリームが、あの本当バニラっていう感じのクリームと、あとキャラメルが中に入っていて、下の土台のところがスペキロス、わーすごい、見たのバニラの粒、マゴンプワーだって、超美味しそうじゃない、あれファリンドシャテン、あの最近ね結構小麦粉使わないっていうのも多いからね、あとタクトシとかも美味しいよこの人の、あとババオガム、大好物ババオガム、おはよう、おはよう、おはよう、すごい、j'ai envie de tout prendre mais oui tout est aussi ça là c'est sûr je veux bien goûter au cake marbré, j'adore ça, un coulis de chocolat par dessus des éclats de noisettes, oh là là, しっとりしてる感じがもう、je vais prendre un and chaque s'il vous plaît, わかりました、お願いします、クロワッサンとかビエルアソミも、うん、売ってる、どうしようかな、Et puis je vais prendre aussi le tigré, ma fille adore ça. ça. ah, パンもある。パン買ってこうかな。お鍋だったらパン買ってもしょうがないもんね。本当、on n'a pas de melon pan ici. ah! Au revoir, merci. ありがとうございます。はい。バゲット持って。ザ・パリジェンヌ。シリル・リニャックさんのお店、北口さんのお店を出て、ずっとここ、セーブル通り。オブジュセーブです。まっすぐ行くとボンマルに着きます。はい、ボンマルシェ着きました。クリスマスのデコレーション始まってます。あ、これでも夜来たら綺麗なんだろうね、電球がこれついて。なんかクリスマス市みたいな感じだね。そろそろプレゼント買わないと、去年はもう本当に財政難だったからさ、義理のお父ちゃんお母ちゃんとかカフェオレボールみたいな、なんかすごい
あからさまに残念な顔されたんで、今年はちょっとすっごいあからさまに残念な顔された。あーかわいい、きれいきれい。ジンジャーブレッドがテーマらしい。おー、ここちなみにエッフェル塔を作ったエッフェルさんの設計の店舗です。まあやっぱり落ち着いた感じだね。はい、こちらが高級五つ星ホテルのリュテシアです。サガンってあんまりパラソホテルってないんだけれどもね。で、ここはボンマルシェ、今通ってきたボンマルシェの創始者の奥さんがまあ建てさせたホテルで、ボンマルシェにやってくる地方からのお客さんを、ブルジョアのお客さんを泊めるために作られたホテルです。はい、朝からぐるーっと本当に回ってきたっていう感じです。エルメス様もこちらです。はい、いらっしゃいます。はい、ということで今朝通ったこのキャフオドレコアウージュにまた戻ってきました。なので、まあ、サンジェルマンデプレの、まあ、メインのお買い物ストリートもいいんですけども、ちょっと足を伸ばしてみるとまた魅力的なお店がありますよということで、でぜひあんちゃんのお店にもご飯食べに行ってみてくださいねということで、今日初登場のかなちゃんにお付き合いいただきました。また。